ベンゾ、E、ピレンベンゾ、A ピレンは、5つのベンゼン管が結合したた、官方鉱続単化水素で、化学式、C20H12 で表される。常温では、単行色の板状、または、針上昇で、発岩性、変異原性、細気形性が報告されており、国際眼研究機関では、e ア r ク発岩性リスク一覧で、グループ1に分類している。ベンゾピレン、 3,4ベンゾピレン、ベンツピレンなどの関用名で呼ばれ、B、AP と略して表示される。なお異生体であるベンゾ、E ピレンについても、ホームページで記述する。ベンゾ、A ピレンは主に有機物質の不完全燃焼の過程で生成される、様々な多関方向属単化水素の一つである。浮遊粒子状物質として、大気中に放出され、長期にわたり浮遊し、 広範囲に拡散する。水や土壌に堆積後も数年にわたり分解されない。ベンゾ、エーピレインは、酸化環境中で徐々に分解されるが、水圏での半減期は875日、土壌中で半減期は290日と長期にわたり、存在し続ける。酸素のない嫌気的環境ではほぼ分解されず、加水分解もしない。また生物の濃縮性があり、 海水産物への蓄積が観測されている。急性毒性は高くはないが、発岩性、変異原性、細気形性が報告されており、吸引、傾向、経費により人体に影響を与える。ベンゾ、E ピレンは、ベンゾ、A ピレンと同じく5つのベンゼン管からなり、化学式も C20H12 で表されるが、ベンゼン管の配置が異なる。 e ーアーク発岩性リスク一覧でグループ3に登録されている。本物質は意図的に作られるものではなく、主に有機物質の燃焼の過程で炭化水素化合物が不完全燃焼し生成される。発生源は多岐にわたり、化石燃料や木材の燃焼、食料の調理、その他の動植物の燃焼の過程で発生する。燃料を燃やす高工,工業や石油生成、 自動車などの輸送機器、山火事やゴミ焼却や焚き火などが主な発生源で、その他調理時の煙や焦げ、タバコの煙など、火のあるところ全般が発生源となる。特に能動的に煙を吸う喫煙や煙を利用する、燻製が有料されている。2002年の五大湖周辺の九州での調査地では、金属製錬、石油精製、家庭での焚き火の使用、屋外での焚き火、 自動車などが主な発生源と報告された。2008年の全米での調査では家庭における焚き木の使用により6万ポンド廃棄物処理で3万ポンド、石油生成で9000ポンドのベンゾ、エピレンが放出されたと見積もられている。環境省が1974年から2004年の環境調査結果をまとめた化学物質環境実態調査化学物質と環境報告では 環境省が2007年にまとめたベンゾ A ピレンの環境リスクに関する報告書によると環境管理局待機環境課水環境部水質保全局環境保健部と日本食品分析センターが1999年から2006年にかけて実施した環境中のベンゾ A ピレン濃度の調査では一般環境大気、食物公共用水域でベンゾ A ピレンが検出された。これらの調査結果から、体重5 0ラムの人の1日の呼吸量15、立方メートル、飲み水量2リットル、食事量2ラムとして、人の1日の総爆露量を算出した結果、平均曝露量が0.00053プラス0.0006、000 G、キログラム、日、最大爆露量が0.0023プラス0.0006、 マイクログラム、キログラム、日と無視できない値であり、傾向及び吸入による曝露で非発ガン影響及び、発ガン性の観点から詳細な評価を行う必要があると報告した。日本人の曝露量の推定に関しては、大気や水からの曝露より、食品からのものが大きいと想定されているが、食品中のベンゾ、エーピレンの含有量のデータが十分でないため、 調査が必要であると報告されている。お宣言は鰹節及びその加工品、直火で料理される焼肉、焼き鳥、焼き魚などと推察されている。風の報告書では、ウィスキー、コーヒー、茶やオリーブオイルやココナッツオイル他の食用オイルなど様々な食品で、ベンゾ、エピレンが検出されている。 2012年の時点で日本では規制値は設定されていないが欧州、カナダ、中国、韓国などでは食品中のベンゾ、エピレンの許容最大基準値が設定されている。2012年の韓国製の即席麺の粉末スープに使用されたカツオ節に韓国の食品好店で定めるベンゾピレン基準1 0 g キログラムを超える量が検出された県では韓国政府が 自主回収を実施し、日本政府もそれに伴い外交輸入品の席戻しを各検疫所へ指示した。欧州においては、ベンゾ A ピレンのみの管理では不十分であるとして、2012年9月1日より、ベンゾ A アントラセン、ベンゾ B フルオランテン、クリセンを加えた多管法皇族炭化水素4種類の規制に変更された。EU では、カツオシに、 ベンゾピレンが含まれるため、原則的に輸入できない。18世紀に煙突掃除人の間で扁平上皮がんが発生し、19世紀には燃料工業への就業者で多くの皮膚癌が,が報告されていた。1933年にこれらの癌の原因が、ベンゾ A ピレンであると特定された。インドのゴム製造工場の混合工程148人。 下流工程441人、梱包、積み込み工程78人の調査では、浮遊粒子状物質への曝露と、肺機能の低下の関連が示唆されており、梱包、積み込み工程では呼吸障害や、腹部痛、下流工程では加えて、地消土物、咳、地消炭、混合工程ではさらに加えて、胸部刺激、喉刺激が報告された。また胸部 X 線検査の異常も、 梱包、積み込み工程で4%、混合工程で9%、下流工程で16%の従業員で見られた。ポーランドの製鉄所労働者の調査では、ベンゾ、エピレンを含む多管法鉱属炭化水素への高濃度の暴露がある、コークスロ労働者では、血清免疫グロブリンの値が優位に低かった。アメリカ、 カナダの重製鉄所のコークスロで1951から55年の間に30日以上雇用された労働者を調べた結果、呼吸器系の癌と曝露期間の関連が示唆された。なおこれらの製鉄所では追跡調査が行われ、発癌率が低下しており1970年代からの環境対策の効果が現れてきたものと思われる。 カナダの大規模アルミニウム製造工場で1950から79年の間に1年以上従事した労働者の肺がんによる死亡率はベンゾ、エーピレンやコールタールピッチ揮発物への暴露量と明らかな関連が見られた。1958年から2001年の間に公表された多管法皇族炭化水素の職業暴露と肺がんに関する34法の 液学論文では 100g 毎立方メートル年の本物質爆露によるユニット相対リスクの推定平均値は1.20で研究デザインや喫煙調整等の違いによる影響はほとんどなかったが中にはアスファルト加工で17.5煙突掃除で16.2など以上に高い数値の報告もあったベンゾピレンジオールエポキシドは3つの高素反応を経て 発言性を誘発させる物質となる。ベンゾ、A ピレンはまずシトクロム P4501A1 により、マイナスベンゾ、A ピレンマイナス7、8オキシド及び他の生成物となる。これが、エポキシド下水分解酵素による代謝により、マイナスベンゾ、A ピレンマイナス7、8ジヒドロジオールとなる。これが、シトクロム P4501A1 と反応し、 ベンゾピレンジオールエポキシドを生成させるが、これが発岩性物質となる。エポキシ酸素の電子を偏った状態で保持しているエポキシドの2つの炭素は、旧電子的である。このためこの分子が DNA にインターカレートし、嗅覚性のグアニン塩基の N2 と共有結合を形成する。X 線結晶構造解析により、 結合形成が DNA を変形させていることが示されている。これが通常の DNA 複製過程においてエラーを引き起こし、がんの原因となる。この機構はグアニンの N7 位に結合するアフラトキシンのものと似ている。構造式ベンゾピレンジオールエポキシド動物実験では強い発ガン性を持ち、 体内で酸化されると、近くの DNA を傷つけ、DNA を破壊された細胞は、癌細胞へと変化するが、人では明らかではない。e アー,ークの発ん性評価では、グループ1の人に対して発ん性がある、ザ・エージェント・イズ・カーシナジェニック・ e n i c 2 h u に分類されている。1930年にコールタールから、主要発ん性物質として単理され、1977年に、 発癌機構が解明された。ベンゾ、エーピレンと悪性腫瘍の関係について長年様々なことが研究されてきた。癌の発生がベンゾ、エーピレンに由来するものだと証明するのは非常に難しい。カンザス州立大学の研究者がラットにおけるビタミン A と排気種との関連性を見た。ビタミン A の欠乏食を与えたラットは肺気腫にかかり、ベンゾ、 エーピレンがビタミン A を欠乏させることがラットを用いた実験で判明した。このことからベンゾ、エーピレンと排気種との関連性があるという論文が提出された。1996年10月18日、ベンゾ、エーピレンを含んでいるタバコ及びマリファナの煙を吸うことが肺がんの原因となる可能性があるという趣旨の論文が公開された。 喫煙によりベンゾ、エーピレンは、肺の細胞に対して遺伝子に対する損傷を与える。そして、悪性の肺腫瘍にかかっている肺の細胞内の DNA に対しても、同様の損傷が観察できる。論文において、大麻の方が、タバコよりもベンゾ、エーピレンを含む、可能性がある、と指摘している。2001年、アメリカ国立がん研究所は、十分に焼いたバーベキュー。 特に、ステーキ、鶏肉の皮、そしてハンバーガー等の食べ物にも、一定量のベンゾ、エピレンが含まれているという報告を出した。日本の研究者は、焼いた牛肉に変異源が含まれており、DNA の化学構造を変化させる可能性があるとの報告を出した。ブラウザの制約などから丸括弧でと表示されている場合があるが正しくは、鍵括弧である。 abcdefghijkl 環境小環境保健部環境リスク評価室ベンゾピレン閲覧2012年11月24日日本科学物質辞書ウェブベンゾピーン閲覧2012年11月24日アメリカ合衆国環境保護庁ベンゾピーン閲覧2012年11月24日 abcdepa2012 インターナショナルエミッション・インベントリ・コンファレンス・オーガスト16・2012・グレート・レイクス・コミッション・アンナ・ソル・チョン・イーウ、アセスメント・オブ・ベンゾ・ピレン・エミッションズ・イン・ザ・グレート・レイクス・レギオン・エツ・ラン2012年11月24日 AB ・環境調査実施科学物質一覧等化学物質環境実態調査化学物質と環境・環境省・ベンゾ A ピレンは727番ベンゾ、E ピレンは728番2002年度のみ、検出加減値が0.29難、ン、L と高精度になっており0.7難、ン、L が測定されたが、これは他年度の検出加減値以下である。プラス0.6ナンは、検出加減値以下の地下水からの曝露の推定値で、ある農林水産省。 食品安全に関するリスクプロファイルシートハット風ーセーフティエバリュエーションオブサーテンカンタマネンズインフードページ六百四十四閲覧に2012年十二月四日 ABC 日本食品分析センターベンゾピレン分析に関する緊急メニューのお知らせ日本薬事法務学会韓国食品添加物工店が全面改正厚生労働省医薬食品局食品安全部 監視安全課輸入食品安全対策室長、通達平成24年10月31日付食安、輸発1031第4号、韓国産即席麺の取り扱いについてた、官方高族炭化水素では、この4種の他にも多くの有害性が確認及び、危惧される物質がある。カツオ節は毒物 ?EU が輸入を認めない理由。ヤフーニュース。 http://bylines.news.yahoo.co.jp://tanakatsuo/.2014-1221-00041692/.2016 年10月4日、えつらありがとうございます。